皆さんおはようございます。パクセルンです。ここは関西一の大ターミナル JR 西日本東海道本線の大阪駅です。これから東京に帰るんですが、わざわざ単純に東海道新幹線で東京に帰るだけでは面白くないので、今回は金沢富山を経由して帰ることにしました。一番先に出発しますのは高山駅の特急ひだ25号ですが、これには乗りません。これに乗ってしまうとね、勝手に岐阜の方まで連れてかれますので、これには乗らず、次の出発8時10分発特急サンダーバード7号に乗っていきたいと思います。このサンダーバード7号は実は数ある特急サンダーバードの中で最も途中の停車駅が多いですね。今出ているこの一番下の段のスクロールされている停車駅、これは飛騨25号のものなんで関係ないんですけど、今回はこのサンダーバード号の中で最も長時間がかかり、また停車駅も最も多いサンダーバードを皆さんにご紹介します。サンダーバード7号途中停車駅もかなり多くなっています。新大阪、高槻、京都、金田、大見バス、敦賀、武生、鯖江、福井、あわら温泉、加賀温泉、小松、松戸、終点金沢ということで、一番停車駅が少ない列車だと新大阪、京都、福井、終点金沢なんですが、ここまで停車駅が多いのかと。さあやってきました。こちらが金沢行きの特急サンダーバード7号。おお、ちょうど機関通側でやってきました。流線型のかっこいい車両できました。0番台ってやつですかね。よくね、4000番台のことを4ダバって呼んだりする鉄道マニアがいるんですけど、多分これはその4ダバっていうやつではないよな。これ多分違いますよね。かっこいいなぁ。やっぱ貫通側も好きなんですけど、やっぱ機関通もいいですね。めっちゃかっこいいわ。おおおお、いいね。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。やっぱ0番台っていう認識で合ってますよね。おお、かっこいい。すごいね。もうすぐ出発しちゃうみたいなんで、あまりゆっくりできないのが残念です。それでは早速このサンダーバード7号金沢行き乗っていきたいと思います。さあ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 、これだよな。何これ、豪華すぎない？もともとはね、こういう感じの座席じゃなかったんですけど、新しくリニューアルされてからすごいことになったな、これ。時刻は8時10分になりました。金沢行き特急サンダーバード7号は時刻通り大阪行き11番乗り場を離れます。やっぱり大阪行き11番というとね、昔運行されていたトワイライトエクスプレス、それから日本海北国など有名な長距離列車が発着していたそういうホームになるわけですが、まあ現在でもサンライズとかね、それからこのサンダーバードが使ってるわけですけど、しかし昔ほどの栄光はなくなってしまったのかなと感じざるを得ません。大阪を出発してもすぐに詳細な案内が始まるわけではありません。これはサンダーバードに限らず、北国や日本海、トワイライトエクスプレスなども同じだったらしいんですけど、ね、大阪を出発してもすぐに次の停車駅、新大阪に停まります。そして大阪からだけではなく、新大阪からも山陽新幹線や東海道新幹線からの乗り継ぎのお客さんが多数このサンダーバードに乗ってきますので、そういったお客さんが乗ってきて、あらかた車内の乗客層が固まってから、改めて停車駅ですとか到着時刻、また車内の案内などをするわけです。列車は淀川を渡って、そして新大阪へ向かいます。大阪新大阪間は本当にたった数分で着いてしまうような距離ですが、しかしここでも特に手を抜くようなことはなく、まあ、少なくともまあ時速130キロでぶっ飛ばすみたいなことはしませんでしたが、しかしそれでも手抜きみたいなそういう走りではありませんでした。新大阪駅ではお隣に関西空港行きの特急サンダーバードじゃないわ、すみません、春がね、春かも停車中。この新大阪からもグリーン車に何人かお客さんが乗ってきました。大阪を出発した段階では僕ともう一人前の方におじさまが一人座ってるだけだったんですけどね。やっぱり新幹線との乗り継ぎ需要の大きさを物語っています。
さて、列車は新大阪を出発しまして、次の停車駅は京都と言いたいところですが、この列車は京都ではなく、次の停車駅は高槻です。最近高槻に新しく特急サンダーバードやハルカ、またさらに多分琵琶湖エクスプレスとかも確か高槻止まってたんじゃないかなと思いますけど、最近高槻駅の利用者数の増加に伴い特急列車が一部止まるようになりました。もちろん最速達のサンダーバードは高槻には止まらないんですが、しかしこの最も途中停車駅が多いサンダーバード、大阪京都間はなんと新快速と全く停車駅は変わらないんですよね。ご利用くださいましてありがとうございます。特急サンダーバード7号金沢駅です。前から1号車、2号車の順に、一番後ろは12号車です。本日は12両で運転をいたします。指定席は1号車から4号車と8号車から12号車です。グリーン車は1号車です。自由席は5号車、6号車、7号車です。それお互いに気を組めまして、電車の禁煙です。ご協力をお願いいたします。車内販売の営業はございませんので、ご了承ください。携帯電話のご使用についてお願いいたします。車内では携帯電話、スマートフォンなどは音が鳴らないように、マナーボードなどに切り替えの上、通話は駅でお願いいたします。それではこれから先、止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次は高槻です。8時25分に着きます。京都8時39分、片田8時56分、大宮津9時15分、敦賀9時36分、武生9時57分、沢江10時2分、福井10時11分、阿波羅温泉10時23分、加賀温泉10時33分、小松10時42分、松東10時53分、終点の金沢には11時2分に着きます。それではこの 6% 系特急サンダーバードのグリーン車の座席をご紹介します。リクライニングはね、めちゃくちゃなんか倒れるわけではありません。あの JR 九州のデラックスグリーンみたいなそういう倒れ方ではありませんが、しかしそれでも十分快適。枕は可動式で自分の好きな位置に合わせることもできます。またテーブルは背面テーブルではなく、このようにインアームテーブル、肘掛けから取り出してくるタイプのものとなっています。サイズもね、かなりしっかりしていて、これでもね十分なんですけど、なんとこれだけでは収まらず、なんともう一段階このように両側の肘掛けに渡すこともできます。なんか653系のグリーン車もこんな感じでしたよね。それから反対側の肘掛けからはこのようにドリンクホルダーを出すこともできますが、このドリンクホルダーはこのようにテーブル、インアームテーブルを両方に展開していると取り出すことはできません。ですからこのドリンクホルダーもテーブルも両方出したいという場合には、テーブルは片方しか展開することができないようになっています。それからこんな感じでね、ペットボトルとか、それからコーヒー缶とかにしまえるようになっているこのドリンクホルダーがありますけど、それから、あともう一つ、こちらには、フットレストもしっかり用意されています。やっぱグリーン車ですからね。でこちら側は土足で上がっても大丈夫の方、そしてこちら側は靴を脱いで、靴下、それから、裸足で上がる方のものになっています。角度とかはそんなに変えられるものではないみたいですね。それからカーテンですが、これは横引きのものとなっていて、これもやっぱりですね、上からね、下ろしてくるタイプのブラインドみたいなやつだと、やっぱりちょっとね、視界が遮られてしまうので、このようなタイプの横引きのカーテンは結構個人的には好きです。また上にはちょっと見えづらいですけど、このように読書灯もしっかりついています。列車は高槻に到着です。やっぱ高槻にサンダーバードが止まるってなかなかね、不自然ですよね。もうこんな感じでどんどんスピードを落として高槻駅に停車しようとしているわけですけども、確か高槻にサンダーバードが止まるようになったのは2017年か8年か、それくらいからだったんじゃないかな。もう現在では新快速と何ら大差ないような列車ですけども、ね、しかし、激混みの新快速に比べてこのサンダーバードの自由席は相当空いているらしいので、この京都大阪間でサンダーバードの自由席に乗るっていう人も、まあ少なからずいるんじゃないかなと思います。サントリーカーブで有名で山崎を過ぎて列車は京都府内に入りました。221系や117系、2パー1系などが並んでいますが、ここは向町運転所。現在では向町運転所という名前ではなく、京都総合車両所、京都支所という名前になっています。特急浜風号用のキハ189系、それから特急黒潮用の2パー7系、他にも奥にもキハ189がいますね。
で、あと他にももうちょっとしたらまた別の車両が見えてくると思いますが、DD51225系、さらには117系、ウエストエクスプレス銀河、2パー7系の特急、コウノトリなどで使われている車両も置いてありますし、それから奥にはまだ221系、ちょっとここで新快速の邪魔が入りましたけど、関西エリアで活躍している車両は大型この向こう町で見ることができます。そして列車はここで桂川を渡ります。この桂川は有名ですよね。渡月橋とか嵐山とかあの辺りを流れている川ですけども、これをさらに大阪方面へ下っていくと、先ほど新大阪のところで渡りました淀川に合流します。そして列車は京都駅に到着。この京都駅では0番乗り場に到着することになっています。皆さんもご存知の方が多いと思いますが、この京都駅の今目の前に見えております30番乗り場、ここは特急遥か号のほぼ専用ホームとなっていて、この30番乗り場とそれから繋がっております0番乗り場は、確か全長が540何メートルとか、日本で最も長いホームになっています。皆さんもね、多分京都駅のこの0番乗り場、30番乗り場が日本で一番長いプラットフォームだということはご存知かと思いますけど、こうやってね、京都駅の中央口の改札入って正面目の前のところに特急が入るっていうのが、これがね、やっぱりなんか地方都市ではこういうのありがちですけど、でもこういう京都レベルの大都市では、このような改札正面に特急列車が堂々と入ってくるみたいな、そういう構造の駅はかなり珍しくなっているんじゃないでしょうか。もう多分京都以外にこういうタイプの駅ないんじゃないの。京都を出発して隣には鳥取方面に向かいます特急スーパーハクタで使われているホット7000系が停車中。この京都までで東海道本線を走る区間はあらかた終わり、この先山科からは JR 湖西線に列車は入っていきます。京都の東山、清水寺とか銀閣があるあたりを抜けて列車は山科駅を通過。この山科駅までで東海道本線を走る区間は終わり、ここから先は琵琶湖の西側を敦賀方面へショートカットしていく JR 湖西線に入っていきます。もともとはね、この大阪京都方面から北陸に向かうには一旦米原まで行ってそこから北陸本線に入っていたんですが、現在では1974年だったかそれぐらいに開業したこの琵琶湖の西側をショートカットしていく超高規格路線 JR 湖西線、これを通って基本的に特急サンダーバード、それからトワイライトエクスプレス、日本海などは運転されていました。急行北国だけは、あれはね、終電みたいなそういう役割も担っておりましたので、この湖西線には入らず米原経由で運転されていましたが、しかしこの大阪京都から北陸方面に向かう特急列車などについては基本的に湖西線周りとなっていました。このサンダーバード7号はサンダーバード号の中で最も停車駅が多い特急です。しかし腐っても特急ですから、このように駅間ではかなりのスピードでぶっ飛ばしていきます。しかも現在走行中のこの JR 湖西線は途中に踏切が一切なく、ほぼ全てトンネルもしくは高架橋で構成されていますからスピードの出しやすく、この区間では新快速ともとも時速130キロでの高速運転を行っています。京都を出発すると次福井まで止まらないサンダーバード号もありますが、この列車は途中この滋賀県内片田とそれから近江岩に止まることになっています。またこの湖西線は風に弱いという欠点はありますが、その代わりにこのように琵琶湖の非常に美しい景色を見ることができ、僕ね、実は今回この湖西線って初めて乗ったんですけど、こんなによくね琵琶湖が見えるとは知りませんでした。もうちょっとここから先北上していくと、さらに琵琶湖がすぐ目の前まで迫ってくるような、そういう区間も走ります。さて列車は間もなく片田駅に到着。サンダーバードは大半が京都を出発すると少なくとも次福井県の敦賀まで止まらないことになっていますが、しかしこの列車は滋賀県内に2つ停車駅を持っています。大体のサンダーバードはね、滋賀県内通過はするんですけど、しかし駅には止まらないみたいなのがほとんどなんですが、しかしこの列車はしっかり停車。この片田駅では湖西線で活躍している117系の普通列車かな、それ確かでも京都駅って書いてあったから多分片田で折り返すやつだと思いますけど、普通列車も見ることができました。そしてこんな感じで、さらにね、琵琶湖がどんどん近づいてきているわけですけど、ここはどこかな、近江舞子ですね。近江舞子では117系の普通列車を1本追い抜きます。あの117系はかつて新快速として活躍していましたが、現在では岡山地区、それからこの京都地区の普通列車として活躍しています。このように、かつて新快速で使われていた車両をこのように特急で追い抜くっていうのは、これは気分がいいですね。そして近江舞子を通過すると、このように、さっきよりもこの琵琶湖の湖岸が近づいてくるようになります。これはいいな、めちゃくちゃいい景色じゃないですか。海みたいだ。まあ海って言っても多分ね、琵琶湖を見たことがない人に言ったらこれ海ですよって言ってもバレないと思いますけどね。さて近江舞子を過ぎると沿線に雪が目立ってくるようになりました。さすがに近江舞子よりも北側となりますと、もうこの時期積雪が始まっていて、このように多分畑だと思いますけど、沿線にも雪が目立つようになります。
これ本当すごいですよね。滋賀県のこんなってるでも雪積もるんだっていう感じなんですけど、ご覧のように一面のとまではいきませんが雪景色。しかしこれでも全然個性勢の本気ではないようで、京都出身の僕の高校の同級生にこれどうなのって聞いたらですね、全然こんなの個性勢の本気じゃないよと言われましたんで、全然こんなの個性勢の本気ではないらしいです。実際にこれ個性勢がね本気出したらどれぐらいの雪になるのか僕経験がないんでわからないんですけど、でもこれでもね首都圏のあまり雪が降らない地域に住んでいる人間にとってはこれでも十分積もっていると思うんですが、しかしこの辺りの人にとっては、こんなの全然へでもないみたいですね。列車は大見今津に到着。この駅では先行していた新快速の大見今津行き、それ大見塩津行きか分かりませんけど、湖西線の新快速を追い抜きます。新快速は先ほど通過した大見前湖から先各駅に停車しますので、この辺りでは通過運転は行っておらず各駅に停車しています。だからこのように特急にも追い抜かれているわけですね。列車はさらに北上しまして、大見塩津のところで、前原方面からやってきた JR 北陸本線と合流しました。そして列車は間もなく敦賀に到着します。2024年だったかと思いますけども、この現在は金沢で終点となっている北陸新幹線が、この敦賀まで延伸されることになっています。そして、おそらくこの特急サンダーバード号も、さすがにね、サンダーバード廃止して新快速で敦賀まで、やってくるっていうのはさすがにちょっと難しいので、おそらくこのサンダーバードも運行そのものは継続されると思いますが、しかし運行区間はこの敦賀までにかなり短縮されてしまうのではないかと思われます。この敦賀からさらに先大阪方面へはまだルートも正式には決まっておらず、また駅もどこに設置されるのか、よく分かっていないという状況が続いていますけども、しかしこの敦賀駅の近辺もかなり工事は進んでいて、このように高架橋が立ち上がり、また駅の構内とかそれから隣接している車両基地についても結構今建設が進んできているんだそうです。列車は敦賀の駅に到着。この敦賀駅は大半のサンダーバードが停車しますが、しかし一部のサンダーバード、本当に最速達の新大阪を出ると京都、福井、終点、金沢の順に止まるみたいな、そういう超最速達型のサンダーバードについてはこの敦賀は停車しません。中央線の特急でいうところの上諏訪とか、それから立川に当たるのがこの敦賀なんじゃないかなと思います。列車は敦賀を発車します。この敦賀でね、グリーン車降りていくお客さんもいて、と思いましたけど、京都敦賀ってね1時間もかからないと思うんですが、そこでグリーン車使うってなかなかの図太い根性してるなと思いましたね。列車は敦賀を出発しまして、正面に見えておりますのが北陸新幹線の敦賀駅。現在もクレーンがいろいろ作業していたり、それから作業員さんが歩き回っていたりで、なかなか忙しそうにしていますが、2024年の開業が楽しみでなりません。この敦賀から先、JR 北陸本線は新幹線が開業すると第3セクターになることになっていて、まだ名前は決まってませんけどね。でここから先、新幹線と現在の北陸本線が連絡する福井、あわら温泉、加賀温泉、小松、これらの駅では現在絶賛工事が進行している北陸新幹線の線路や高架橋、また駅の様子などを見ることができます。そして敦賀を出発すると次の駅は南岩城で、この駅は特急サンダーバードは通過なんですが、この敦賀南岩城間で列車は北陸トンネルを通過します。この北陸トンネルは開通当時、確か日本で最も長い地上の鉄道トンネルだったんじゃないかなと思います。現在では八甲田トンネルとかが開業しましたんで日本一ではなくなりましたが、現在でも日本有数の長大な鉄道トンネルとして有名です。そしてこの北陸トンネルといえば、皆さんもご存知の方が多いと思いますけども、急行北国号の列車火災事故。この北陸トンネルを走行中の急行北国号に連結されていた食堂車から火災が発生し、多くの方が亡くなったというそういう事故がありましたけど、その事故によって日本の鉄道の火災対策も大きく向上し、そして現在のような安全で快適な列車の旅を楽しむことができるようになっているわけです。列車は福井に到着。この福井と敦賀の間でも竹富とか鯖江とかそんなあたりも停車していたんですが、今回はちょっとごめんなさい、寝てまして映すことができませんでした。ちょっとねもう最近ずっと朝早く起きて夜遅くに寝てという生活を繰り返していたので、あまりにもグリーン車の座席が快適すぎるからちょっとうとうとしていて眠ってしまったんですね。すいません。列車は福井を出発です。あれ福井でも乗務員交代したのか、あれそういうわけではないのかな。でも多分福井では間違いなく乗務員交代していたと思うんですが、じゃあさっき敦賀にいたあの乗務員さんは一体誰だったんですかね。福井にももちろんこの北陸新幹線はやってくることになっていて、奥の高架橋がそれなんですが、この北陸新幹線福井駅は全国で唯一一面二線の構造になる予定となっています。一面二線ですよ、一面二線。もうその辺の、普通のね、その辺にあるような、何の変哲もない駅と同じような構造になるっていうんだから驚きです。二面四線とかになるのかなと思っていたんですが、ちょっと敷地が足りないということで、この北陸新幹線福井駅については、一面二線というかなりシンプルな構造。もう昔の鉄道駅みたいな感じの構造になるらしいですね。現在ではなんか駅中とかが発達していて、駅の構内も非常に広くなっていますが、しかしこの北陸新幹線の福井駅については相当こじまりとした、もう本当に必要最低限の設備しか搭載しないような、およそ全列車が止まる北陸新幹線の主要駅とは思えないような姿になるんだそうです。
そして福井を出発してもしばらくの間このように北陸本線を時速130キロでぶっ飛ばしていきます。やっぱりね、停車駅はかなり多くて、福井から先も阿波羅温泉、加賀温泉、小松松戸、終点金沢と金沢を除くと4つの駅に停まっていくわけですが、それでも途中駅かなりのスピードで通過していきます。そしてまた北陸新幹線の高架橋が内陸の側から合流してきましたが、そろそろ着くこれが阿波羅温泉になるんじゃないかなと思います。多分そうですよね、阿波羅温泉駅。この阿波羅温泉までで福井県内を走行する区間は終わり、この阿波羅温泉を過ぎると、途中大正寺という駅を通過するんですが、その大正寺から先は列車は北陸本線の石川県内の区間に入ります。まだこの辺りは北陸本線がね、新幹線が開業していない関係で JR 西日本で残っているわけですけど、今度ここが敦賀まで北陸新幹線が延伸したことによって JR 西日本の経営から切り離されると、まず金沢から大正寺までの区間が IR 石川鉄道に経営分離され、まあ、IR 石川鉄道はね、2015年の新幹線の金沢延伸の際にもすでに営業を開始している鉄道会社なので、おそらく大正寺までも石川県内の北陸本線の区間については IR 石川鉄道が経営を担当します。そして大正寺から南側の敦賀までの区間、ここについてはまた新しく福井県とそれからまあ JR 西日本などが出資した新しい第三セクターによって経営がなされることになっていて、確かなんかその福井県内の第三セクターの名称公募みたいなのやってましたよね。今この動画が出てる段階でまだそれが継続されているのか分かりませんけど、列車は先ほど加賀温泉を出発しましたが、すでに石川県内に入っています。この辺りは北陸新幹線が敦賀まで開業すると、すでに金沢栗原間で営業運転を行っている IR 石川鉄道の管轄ということになっています。現在 IR 石川鉄道は金沢から栗原までの非常に短い区間でのみ運行をしていますが、しかしそれが北陸新幹線が敦賀まで開業すると一気にその運行区間は3倍以上に伸びるんじゃないかなと思います。金沢栗原って本当にね、15分ぐらいで走破できてしまう非常に短い距離ですからね。お隣富山県の愛の風富山鉄道が栗原から高岡、富山、黒部などを経由して市振までの約100キロを経営しているのに比べるとかなり短くなっています。しかしそれも敦賀まで新幹線が延伸すると一気にその営業キロ数は3倍になるわけですから、それもね、この IR 石川鉄道が今後金沢よりも南の区間大正寺までのところでどのようにこの北陸本線を経営していくのか注目していきたいと思います。さて、線路がこの辺りで高架になってきましたけども、まもなく列車は小松に着きます。この小松には非常に有名な大企業小松製作所があります。小松製作所っていうとね、何を作っている会社だかよくわからないという方も結構多いんじゃないかなと思いますが、この小松製作所はよくね、工事現場にいる、ダンプカーとかそれからパワーショベルなんかにね、小松って書いてありますけど、そういった工事現場で活躍するような重機を製造しているメーカーで、この小松に本社及び工場があるんだそうです。ここからさらにもうちょっと海沿いに行ったところにその小松製作所の工場があって、日々たくさんのショベルカーですとか、それからダンプカーなどが製造されています。実際この小松の駅前にも非常に巨大な、おそらく鉱山とかで使うやつだと思いますけどね、超巨大なダンプカーが展示されています。列車は最後の途中停車駅松戸に着きます。この松戸は金沢のほんの少し手前にありまして、多分金沢までね10分もかからないんですよね、普通列車でも。なのでこの松戸に停車する特急列車は非常に少なく、この特急サンダーバード7号はその松戸に停車する数少ない特急列車の一つです。この松戸駅は漢字で松に任せると書いているので、ちょっとね難読駅名っぽい雰囲気があるんですが、実はそういうわけではありません。有名ですよね、あの松任谷由実さんって歌手の方でいらっしゃいますけど、その松任谷由実さんの松戸と全く同じ漢字を書きます。反対側、金沢からやってきた前原駅か名古屋駅か分かりませんが、白崎号が通過していきます。あの白崎号は全体的にサンダーバードよりも停車駅は多く設定されているんですが、しかしこの松戸には一部止まらない便も存在しています。まもなく終点金沢、終点金沢です。私左側、6番乗り場に着きます。皆様へのお支度をお願いいたします。乗り換えのご案内いたします。北陸新幹線は鶴見708号富山駅11時28分。高田562号東京行きは11時57分です。卒車の階に新幹線乗り換え改札口がございます。北陸新幹線は電力設備トラブルの影響によりまして一部の列車に遅れが出ております。詳しい案内につきましては駅の放送などご確認いただきますようお願いいたします。7番乗り場です。7号線ご利用のお客様、特急能登かがり火3号、枕温泉行き11時23分、5番乗り場です。普通7号駅は11時31分、6番
大阪を出てから2時間と52分、列車は終点の金沢に到着です。北陸新幹線がまだ長野までしか開業していなかった頃は、ここからさらに先、富山とか黒部とか魚津とかそういったところまで延長運転もされていたんですが、現在では基本的にこの金沢が終点、また1日1往復だけ和倉温泉まで延長運転されるサンダーバードも存在しています。このサンダーバード7号に30分遅れて大阪を出発してきた大阪8時40分発サンダーバード9号、こちらはですね、サンダーバード7号とは反対に途中停車駅が大阪を出発すると新大阪、京都、福井しかない最速達タイプのサンダーバード、大阪の段階では30分この7号と9号の間に時間差があったんですが、しかし金沢に到着した段階ではなんと12分差になっています。ということで終点の金沢までやってきました。乗ってきた列車はこのまま回送列車になるみたいですね。いやー、金沢寒いわ。やっぱさすが北陸、大阪よりは圧倒的に寒いです。というわけで今回は特急サンダーバード号の中で最も停車駅が多い大阪発金沢行きのサンダーバード7号に全区間乗ってきました。結構ねサンダーバードっていうともうとにかく早くぶっ飛ばすみたいな、そういうイメージが強い方も多いと思いますが、こういうねのんびりのんびり走っていくサンダーバードっていうのも結構ありますんで、皆さんもぜひ乗ってみてください。大阪8時10分発で金沢11時2分着ということで、金沢からさらに乗り換えて東京方面まで新幹線で移動するっていう時にも使える列車なんじゃないかなと思います。来たる2024年には北陸新幹線が福井県の敦賀まで延伸しますので、そうするとこの特急サンダーバードも金沢まではやってこなくなります。皆さんもぜひね今のうちにこの金沢までサンダーバード7号で、来てみてはいかがでしょうか。それではこの動画はここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。